どうもこんにちは、まなです。と今日はちょっと大事なお知らせがあります。と私の無修正の動画とかあとは写真を販売したいと思います。でなんか無修正って聞くとなんかあれなんですけど、私って YouTube でコスプレ動画を上げるじゃないですか。で今ってやっぱ YouTube 厳しいんですよ。ちょっと露出が多いやつとかってもうほぼほぼダメになっちゃって。なんで私の動画っていつも結構モザイクが入ってるんですよ。なんでやっぱあれじゃないですか、ちゃんと買ったからにはちゃんと見てほしいじゃないですか、こういうコスプレだよみたいな感じで。なのでショップを作りました。なんでそっちに無修正のコスプレの動画とか写真をアップしていこうかなって思って作りました。でそのショップの名前なんですけど、ブースっていうか下にテロップで貼っとくんですけど、ブースっていうサイトで名前がマナの隠し部屋っていう名前で、そっちに写真とかをアップしていこうかなって思ってます。やっぱあれじゃないですか、モザイクが多いんですよ、私の動画って、YouTube の方で。で、やっぱせっかくお金出して買ったコスプレとかもあるんで、結構コメントとかでも来てたんですよ、モザイクいらないみたいな感じで。なんですけど、やっぱモザイクしないとバンとかされちゃうんで。それは嫌だったんで、やっぱあれですよね。ちゃんと見てほしいっていうのもあるし、そんな感じかな。私的にもお金出して買ったから、ちゃんと皆さんにも見てほしいみたいな感じです。でもう一つショップを作りました。これは YouTube と関係ないんですけど、普通にそのさっき言ったサイトなんですけど、そこの、ところにマナの隠し部屋とあともう一個英語でマナちゃんっていうのを作りました。で、そっち の, ショップは私が、趣味なのかな。趣味で作ったキーホルダーとかあとはブレスレットを販売しようかなって思ってます。でちょっと実際にちょっと見てもらいたいと思います。どんなやつを出品するのかなみたいな感じで、まずペンですね、これ見えるかな、こんな感じで作ってみたんですけど、あれですね、自分の好きなやつ、ビーズとか何でもいいんですけど、そういうのを入れて、色を混ぜて、こんな風に固めて作りました。どうですかね、こんな感じなんですけど全体が。で、これボールペンなんでちゃんと書けますよ一応。こんな感じで、はい。適当字切ったな。こんな感じで、普通にボールペンなんで書けます。で、ボールペンは、こんな感じで作ったやつですね。これがボールペンで、次に、こちら、これが、ヘアゴムですね。で、これは普通に、
髪留めるやつですね。で、まあここは、まあ、自分で、まあ、やっぱさっきと同じように好きなあれを混ぜて作りました。で、次にキーホルダーです。はい、こちらがキーホルダーですね。こんな感じです。まあ猫がいるんですけど、まあわかんないかな。前がこんな感じで、で後ろがこんな感じです。まあ意外と結構これ作るの大変だったんですよ。まあこんな感じで、まあ、キーホルダーを売ってます。次が、まあ、ブレスレットなんですけど、見えますかね。まあ、いろんな種類ちょっと作ってみました。で、まあ、まあこの小さいのが、まあ、一応子供用みたいな感じで作ってみました。で、まあ、この色なんですけど、まあ、色はあの別に何だろう、まあ、ある色だったらあの作れます。あのなんか要望があればその色にして作ることもできます。で、まあ、これ一応磁石になってて、まあ、こんな感じで取って、まあ、こんな感じでつけられるって感じです。まあ、これがまあ女性用でも男性用でもどっちでも作れます。で、まあ、これも、まあ、一応男性用で作ってみたんですけど、まあ、こんな感じです。まあ、これも同じように、まあ、磁石でくっつけてつけられるタイプです。で、まあ、これだけ、まあ、違う感じで作ってみたんですけど、まあ、こっちはちょっと面倒くさいんですよね。あの一人でつけるってなるとちょっとめんどくさいです。まあここのあのあれですね、よくなんだろう、まあ普通にこの輪っかにこうつける感じで、まあ腕につけてもらうあれなんですけど、まあこれだとあの一人でつけられないんですよね。なんでまあおすすめは、まあ、磁石の方なんですよ。まあ、磁石だったらもうこんな感じで、こんな感じで一人でつけることができるんで、まああれですよね、簡単なんで、まあおすすめはこっちなんですけど、まあこっちでも全然、まあ可愛いっちゃ可愛いんであれですよね。俺が今これつけてんのもね、マナが作ってくれたんですよ。あ、そうそうそう、うまいね、よく作れるね、こんなの。頑張った。そう、なんかね、なんだろう、こっちの小さい方はまあ3本の何このなんていうの、紐で作ったんですけど、まあ、こっちの大人用は4本で作ってみました。まあ大きさ的に大人は4本で、まあ子供用は3本で作ってるんですけど、まあ、まあ子供用は多分3本でしか作れないんですけど、大人用は、まあ、4本でも3本でもどっちでも作れると思います。はい、まあこんな感じで、まあこういうのをショップで売ろうかなって思ってます。まあでもどうだろうな、まあ、意外とブレスレットは結構時間がかかるんですよね。まあ、時間かかるって言っても、まあ、3、4時間ぐらいでまあ作れると思うんですけど、まあこういう色で作ってほしいとか、あとはこのサイズで作ってほしいみたいなのがあれば、まあその
あれに応じて作ろうかなって思ってます。はい、まあこんな感じで、まあ、今日はあの2つのショップを紹介してみました。もしよかったらあの見に来てください。でもしあの欲しければあの言ってくれれば あげるんで、あげるっていうか売ってるんで、まあ、もしよかったら、まあ、暇な時にでも見てください。じゃあ今日これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。